皆さんこんにちは、佐々木優太です。今日は JNIB って何かと言いますと、外国人、アイルランドの外国人証明、これについてお話ししたいと思います。自分もつい先日馬オフィスに行ってきて、ちょっと届いたんで、ちょうどいいタイミングなのかなと思って、皆さんに情報をシェアしたいと思います。で、JNIB、これ、先ほど外国人登録って言ったんですけれども、基本的にアイルランドに3ヶ月以上滞在される方は、こちら GNIB 登録が必要になります。で、この必要書類っていうのが学生ビザとワーキングホリデービザで少し違って、学生ビザですと5点で、パスポート、学校のレター、住所証明、銀行残高証明と300ユーロ、これはクレジットカードをしっかり、この5点が語学学校語学生ビザで、申請する際に必要な書類になります。で、ワーキングホリデーは4つ、ワーキングホリデーの申請したもの、ワーキングホリデービザ証明できるものと、パスポート、銀行の残高証明と、あとクレジットカード、この4点になります。ただこの GNIB、 一つ厄介なことがアポイントメントを取るのがなかなか難しい。もうアイルランドもう今に来てて、もうすでに体感してる人や、これからアイルランドに来ようと思っててまだまだ全然わからない人いると思うんですけど、本当にこのアポイントメント取るのが大変。今はオンラインシステムで全部システムで、一括管理されてるんですけれども、数年前まではそういうのもなくて、本当にもう朝早くから並んで2時間3時間待って旅行ポイント申請みたいなのがのだったらしいんですけど、で、申請しますと、アポイント取りますと、アポイントの、アポイントメントの取り方は、動画の最後にさらっと載せておくんで、そちらを見てください。で、アポイントが取れました、取れましたと。で、いついつそのアポイントが取れた日付で、オフィスに行くんですけれども、オフィスもの住所も概要欄に、リンク貼っておきます。で、じゃあ実際に、アポイントが取れて当日何をやるかっていうと、基本的に10分から15分前にそのオフィスに行きますと。オフィスに行くと、自分で自分の名前を伝えて、いついつ何時にアポイントメントがありますということを伝えて、パスポートを出すと、パスポートと一緒に、こんな感じでパスポートと一緒に番号札、こんなのが渡されるんですけれども、番号札と紙が渡されるんですけど、こちらの紙はこの住所、自分が後日 GNIB ってその当日にもらえないんですよ。基本的に郵送されるものなので、その郵送先の住所を記入する紙と、番号札が渡されるんですけども、その GNIB オフィス中撮影禁止なので、どんな風に簡単になってるか説明すると、たくさん窓口があって、その窓口ごとに番号が書かれてて、で、中央のところに電光掲示板があるんですけれども、一番上の電光掲示板がその自分が最初にもらった予約の番号で、その下に何番の窓口に行ってくださいっていう風な、2番目の番号、窓口番号が出るんで、そこをしっかり見といてください。で、初回の人は指紋も取らなきゃいけないんで、指紋の場合はその音声でアナウンスで呼ばれるので、長い時は本当に2時間3時間待たなきゃいけないんですけども、くれぐれも寝ないようにしてください。で、そのフィンガーポイント、指紋と、手続き終わりました、終わりましたってなったら、今度最後はパスポートを返却するのを待たなくてはいけません。で、返却されるまで待って、返却される時に何日、10日間ぐらいにまでにポストに送りますねみたいなことを言われるんで、そのパスポートをもらったら、基本的に多分スタンプがどっかに押してあると思うんで、
旅行にも、まあ、外にも行けるようになると思うんで、まあ、JNIB 本体がなくてもパスポートがあれば、まあ、一通り安心なんで、もしその旅行とかが JNIB アポイントメントのタイミングで被ってしまった人も、まあ、それは安心してください。で、まあ、これ、まあ、郵送で送られてくるんですけど、まあ、なんかどんな風になってるかっていうと、まあ、これがマーク、オフィシャルのマークなんですけれども、まあこんな感じで、貼り付けられてるんで取ってもらって、そうですね、まあ これがこんなのが JNIB カードになります。まあしっかり、なくさないように、まあ、財布の中にしまっといてください。まあこんな感じですかね。で、まあ本当にアポイントメント取るの大変なんですけど、まあいくつか、まあ、アドバイスできることがあって、まあ一つ目はJNIB のアプリがたくさんあるんで、まあ、アプリを買ってください。まあ、基本的に、まあ、星が高いやつ買ってもらえば大丈夫だと思うんですけど、まあ、1ユーロとかで買えるんで、まあ、そういうのを買ってもらうと、そのアポイントメントが更新された時にその通知が来るようになるので、その通知が来たらウェブサイト行ってパッパと、まあ、データ入力してアポイントメント取るみたいなシステムになります。で、くれぐれもその誰かに委託するみたいなのは、まあ、切羽詰まっててもできるだけやらないでください。リスクがあるので、まあ、基本的にその他の第三者がその第三者のアポイントメントを取るっていうのは基本的には NG なんで、で何ユーロとかで、まあ、そのアポイントメントの売買もやってるんですけども、本当にそれは正直自分はおすすめしないです。まあ、自分もやったことないっていうのもあるんですけども、まあ、あんまりいい噂は聞かないですし、まあ、お金もかかりますし、だったらそれをもう余裕を持ってやっておくのがいいんじゃないかっていうふうに、まあ、個人的には思います。で、まあ、ポイントメント、まあ、できればパソコンから取ってください。やっぱり携帯とパソコンのネット環境っていうのは違うので、まあ、もちろんずっとパソコンを持ってるわけではないと思いますし、パソコン持ってない方もいると思うんですけれども、もし持っていて、時間がある方はパソコンからトライしてみてください。そっちの方が、まあ、確率的には、まあ、少しですがアポイントメントゲットできる確率高いと思います。で、まあ、特に、そんな感じですかね。まあ、細かいことは本当に、まあ、ウェブサイト、いろんなウェブサイト見てもらえれば、まあ、そういった情報とか載ってると思うんですけれども、まあ、本当に10週間以前からアポイントメントの取得はできるので、もしもアイルランドに来る日付が決まっている方、日本にいられる方でも決まっている方は、もう日本にいるうちからトライしてもいいですし、まあ、最低でもアイルランドにも来たその日から、まあ、アポイントメントを取れるようにしてみてください。正直アポイントメントもこんな感じでもなかなか難しいんで、取るのが。なんで、そうイミグレーションの人たち分かってるんで、ぶっちゃけ1ヶ月過ぎちゃっても基本的にはもらえます、大丈夫です。ですが、まあ、しっかりそのアポイントメントを取る日っていうのは、そのスタンプ以内、その GNIB 持ってる方はその、まあ、ビザが切れる前にしっかり取れるようにしてみてください。そうじゃないと、まあ、最低限の、まあ、誠意といいますか、もうポイントメントのビザが切れた後にはポイントメント取っても本当に2ヶ月先とかになっちゃいますし、じゃあ今まで何やってたんだってなるんで、まあ、必要最低限、まあ、アポイントのビザが切れる以内にアポイントメントは取っておいて、アポイントメントの日は最悪1ヶ月とか過ぎても大丈夫なので、まあ、一応確認のメールはイミグレーションにしてほしいと思うんですけれども、まあ、あんまりパニックにならないで、本当に自分のできることをできるだけ余裕を持ってできるようにしてみてください。それでは最後、その GNIB の取り方を、まあ、動画で説明したいと思うので、見てみてください。アポイントメントの取り方説明していきたいと思います。こちらオフィシャルウェブサイトになります。まあ、JNIB アポイントメント等でも検索してもらえれば、まあ、いけると思うので、まあ、こちらから今日行きます。で、いろいろ書いてあるんですけど、メイクアポイントメントをタッチしてもらって、で、一つ変わったのが、このカテゴリーがもうオールしかなくなっ
ったんで、まあ、パニックにならないで、まあ、オール選択してください、シンプルに。で、JNIP 持ってない方は、NO で、まあ、これをティックして。なんで、これ自分の名前と、名字、で、誕生日、適当にこれ入れます。で、ナショナリティ、まあ、ジャパンなんジャパンですけど、まあ、今回は適当で。で、まあ、E メールアドレス。まあ、これ、E メールは、まあ、コピーしておくのをおすすめします。コピーしてペーストすれば、まあ、早くできるんで。で、これ、ファミリー、家族で申請してるかっていう場合、なんで、まあ、基本的には NO だと思うので、NO で。で、パスポート持ってると思うんで、パスポートナンバー、申請してください。まあ、今回適当にやります。で、まあ、ロボットかどうかのチェック。ステアーズは階段なので、階段の写真をチェックしてください。はい、ティックつきました。大丈夫ってことです。で、look for appointment。で、まあ、基本的には closest to today 選択してもらうと最新のが出ます。で、まあ、基本的にはこんな感じですね。いつも、この、no appointment are currently available ってなるんで、まあ、こういった場合は、まあ、アポイントがありませんよっていう場合なので、また次回チャレンジしてみてください。で、たまに、で、アポイントがある場合は、何日の何時からありますよっていうのが出るんですけど、それをタップしてもらって次行くとエラーになったりっていうのがよくあるんですけど、それはもう前の人に取られてるか、まあ、システム上のエラーになるので、そこは諦めてまた次を根気強く探してみてください。まあ、こんな感じになります。一つアドバイスとしては、パスポートの ID と E メールアドレスと、まあ、JNIB があって、リニューアルの方は JNIB ナンバーはコピーしてメモに貼り付けておくと、まあ、いつでも持ち歩かなくても自分の番号がわかるんでいいと思います。で、もう一つというか、最後にもう一回確認が、まあ、このカテゴリーのところのが変わったんで、オールしかないよっていうことだけ、気をつけてください。まあ、以上になります。以上になります。この動画が参考になったら、いいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。本当に GNIB ポイントメント取るの難しいし、本当に、まあ、根気のいる作業なんで、まあ、本当に何度も言いますが、できるだけ早めに余裕を持って、トライしてみてください。それではまた、バイバイ。